東京サントリーサンゴリアス対 NTT ドコモレッドハリケーンズ大阪、両チームの対戦をお楽しみいただきます。今日の会場は駒沢オリンピック公園陸上競技場です。ラインアウト、レッドハリケーンズ中央キープ、モール、ここは中盤で押し込んできます。ブランコマレーがボール持って押し込んで、この位置、抜けたサイドメイヤーから、そして内に返すか、どうだ、内が切った、石川です。そして外つながった、ライナーだから、さあマレーです、当たって残した、あっと惜しかった、ナイアタルイ惜しかった、キープです。外側ちょっと離したところ、ミフィポセチ、これ外どうでしょうか、高野、ケレビ捕まえた、ケレビボールキープです。もう近場、縦取れそうなところまで来ました。あ、ペナルティでした。抱えてまで小沢ですか、そういうの好きですね、大事だと思いますね、でも本当ですね、はい、元気のいい選手、はい、ですね、これターンオーバーです、すぐにキック、うん、いい判断でした、すぐにキックで、これが中に、うん、おバウンドして内側、そしてメイヤー自らチェックいってます、ニグマがかわしてからキックです。これはカウンターチャンス、カウンターチャンス、石川から中に送って外に持っていく、スローフォワードなしか、スローフォワードノックオン、どっち取る、ノックオンです、カウンターのチャンス、グンチャッチです、うん、そうですね、おそらく今の、はい、そのまんまついたらモールではなかったと思うんですけれども、ペナルティになってたところよく離れましたね、今、アドバンテージ見ながら前へ出ました、ナイアタルイ、止めたか、うん、ペナルティがありましたサンゴリアス、決めました、先にレッドハリケーンズです、あ、プレーオンですね、これはターンオーバーです、ターンオーバー、そしてキック、高野、裏のスペース、ニグマが戻りました、ノックバック、マッケンジー、もうランできて、ランできて、ノールックのパス、ニグマキック、すぐに相手に入った、おー、狙った、マッケンジー最高の狙いでした、見事ドンピシャ、レッドハリケーンズの選手がタッチに出ています、うん、その後、はい、内にボールを返したボールをインターセプトしているので、そこを今出しますので確認願います、なるほど、はい、OK です、じゃあ、うん、ティームをチェックします、タイラーポールのところでもタッチ割ってたという話ですかね、ですかね、タッチのチェお願いします、うん、はい、じゃあトライキャンセルで、この後のインターセプトはなしと、まあ、こうやってとにかくスローダウンさせることが賢明ですよね、今日は、はい、あっと、抜けた、いいタイミング、いいの、いいのから、いいのから、石川戻るが、いいの、走った、最高のタイミングになりましたね、今のダミアン・マッケンジーパスですよね、さあ相手のディフェンスが崩れかけていますが、どう攻めてくるか、なんとか1列取ったディフェンス、あ、うん、取り返したんですけどね、前に手をついてしまったという、はい、茂松狙いは良かった、本当でも紙一重ですね、いいプレーだったと思います、おお、行ってますね、仕掛けてますね、斉藤直人からスローフォワードなしか、内側ケレビ、外した、外していきました、すぐに仕掛けました、斉藤直人からです、14対3、前半終わってリードはサンゴリアスでハーフタイムに入っていきます。さあそして岡部を使って、これ垣永、垣永、垣永、そしてマイボールだ、ここは雄たけび入れてもいいんじゃないですか、垣永キープしてるぞ、メイヤーから高野、外側か、自分で行く、ミフィポセチのブレイク、ホーキング捕まえた、それでも踏ん張ってキープか、垣永もう一回、垣永もう一回いった、垣永来た、連続、いや早くも2回目、うん、
ニューズイットの声、斉藤直人、マッケンジーキック、山本が落下点、あのウィル、あ、転がって転がってこの位置まで来ました。あ、しかしあ、流れすぎましたか、蹴った地点に戻される。おいおい、それはいいね。そうですね、ここまでもポジション争い激しいですよね。そもそもあのショーン・マクマンがいます、ね、マッケンジーからケレビー、すぐに斉藤からブレイク、抜けた、タタフ来た、このスペース入ってきました、テビタ・タタフ、自分たちの肩に入るのも確実に取れるプレー、OK ですか、 OK ですか、ケレビー、うん、スローフォワードもなく、これ認めるかどうか、ああ止めた、ここな、ここな、そうですね、ノッコン、ということでノッコンでした。ナエアタルイが最後まで粘りました。今日はショートパス繋がっているタタフ、これも立って繋いだ、前に出るぞ、田村光、田村光から外側、マッケンジー、そしてやっぱり取ってきました、サンゴリアス、あー、ここアドバンテージです、オフサイドかラインオフサイド、もう捕まえた、ここはタックルして、ただボールは出る、ケレビから尾崎大河がいる、ハンドオフから外してケレビ、これも2つ外した、さらに得点です、これもさすがですね、ハンドオフ2発、圧巻です、これからまだまだ良くなりそうなイメージがあるので、あとチームに直さん、片倉もいますよね、そうですね、大変ですね、大変、もう出るの大変ですよ、ここで、はい、同じ明治の、これも結局スペースを作りました、2分間です、的に今崩しましたね。ワラビーズでもケレビーがこういうことありましたね。あんまり見ないような気がしますけど、貴重ですよ。はい。なりましたね。そしてここでノーサイドのホイッスルがなりました。結局後半最後畳みかけて試合終了のノーサイド、42対3で第12節サンゴリアスの勝利ということになりました。トライシーンはスピードありましたね。ありましたね、強かった、速かった、ね、86分間しっかりと走った、そんなシーンが多かった、テビタ・タタフのプレイヤーオブザマッチという発表でした。